泥棒役者は西田進氏が作・演出を手掛けた日本の喜劇。2006年に片桐ひと北郎主演で劇団大衆小説家の第10回公演として初演されたグランドホテル方式の演劇である。2017年、同じく西田が脚本・監督を務めた同名映画が丸山隆平主演で公開され、翌2018年には 丸山主演で舞台を再演。各作品には変更点が存在し、西大枠それぞれの作品は違うものとして作られている。邸宅の訪問客に家の主と勘違いされた泥棒は主人を装ってその場を乗り切ろうとする。そして真に邸宅の主である童話作家と共に童話を書くこととなる。2006年に西田進氏の脚本、演出で、 劇団大衆小説家の第10回公演として初演された。主演は片桐ひとしときたろう。9月9日から18日に東京芸術劇場ホール2で9月23、24日に神戸オリエンタル劇場で上演。西田は泥棒というネガティブな要素が与えるポジティブな影響という構造をもとに脚本を手掛け、カラッと洗えて元気が出る芝居を制作。 西田にとっては本作と同時期に脚本を手掛けた映画ガチボーイが飛躍のきっかけとなった。以下、キャスト、スタッフは劇団大衆小説家のホームページより、同名の日本のコメディ映画、泥棒役者が2017年11月18日公開。脚本、監督は原作者である西田進氏。主演は丸山隆平。 台湾での公開も予定されている。DVD、ブルーレイは2018年5月16日発売。企画にしたの映画監督2作目となる本作は、自身の作、演出舞台、泥棒役者を映画用に書き直したものである。2作目を打診された西田は元より自作舞台の映像化を志向しており、舞台で再演したかった作品である、泥棒役者を原作に決めた。 あえて映画での再演を果たした理由は、喜劇の構造を笑わせて入りながらテーマに導いていく部分を見せたかったからだという。舞台初演から10年を経た映画版では、舞台版のカラッと笑えて元気が出る芝居に、挫折や後悔というテーマが加えられている。原作が会話劇ということもあり、セリフ量は舞台そのまま詰め込んであるが、映画化にあたって、 変更点も存在する。室内劇であるため閉塞感を観客に感じさせないように映画オリジナルキャラクターらの屋敷街のシーンを組み込んだり部屋の壁紙の色で映像ならではの広がりを持たせるようにしている。キャスティング映画版の主人公は舞台初演の主役である泥棒に初めと名を付けたものである。劇中で泥棒、豪邸の主人、絵本作家、 編集者の一人四役を演じる、主人公は本作が映画単独初主演となる丸山隆平が務めた。丸山が2012年に西田の作演出舞台 BOB で主演を務めた縁でプライベートでの付き合いがあった西田は丸山の明るい印象とどこか寂しげな表情が作品の明るさと主人公の切なさの両面を表現。 するのに適任であると思い至り、脚本段階から丸山を想定してずつ書きしていた。そのため映画版の主人公は、舞台初演で、片桐ひ氏が演じたコミカルな泥棒役とは性格を、ことにしている。オファーを受けた丸山は脚本を読んで、自身の明るいパブリックイメージと自分に、 自信のないネガティブな部分が主人公と共通していることや、すごく複雑かつ面白い脚本、それぞれのキャラクターを愛おしく思うような、温かい話であることを感じたという。丸山は、自宅で西田とともに、役作りに臨み、後に共演者である、市村正近や宮川大輔も招いて、読み合わせを行った。丸山は、当初、 主人公の暗い過去を表現するためコミュニケーションが苦手な部分を強調していたが、西田の助言により、高畑光之演じる恋人の存在で自信を持った演技に変更された。またその高畑は、西田が脚本を手掛けた2016年のテレビドラマ、とと姉ちゃんでの主演を演にオファーされている。撮影2017年1月26日クランクイン。 3月頃クランクアップしたとされる。主人公を演じる丸山は地毛に強いパーマをかけた髪型である。丸山は監督である西田の指示でビジュアル解禁まではその髪型を外部に漏らさないよう他のテレビ出演時などに毎回パーマをストレートに戻したという。絵本作家役の市村正近にはマッシュルームカットのウィッグをかぶせることで西田は 一村のお茶目で可愛らしい部分を引き出すことを目指した。ほとんどの場面が室内で展開するワンシチュエーション作品であり、撮影は主に東方スタジオ内に組まれたセットで行われた。西田はキャラクターのセリフを綿密に計算して演出をつけているため、本作には役者によるアドリブのシーンが存在しない。しかし西田によると、丸山はその演出を受け入れた上で、 自身のセリフだけでない受け身の芝居、相手のセリフへのリアクションをうまく表現していたという。また主人公の恋人、ミサヤクを演じた高畑美月は2日間のみの撮影であったが、演出に従った彼女の演技について、西田は台本通りでこの生っぽさは素晴らしかったと絶賛した。プロモーション2017年6月から特報が YouTube にて公開された。 ナレーションを担当したのは、西田脚本の2011年のアニメ、タイガーバニーで、主人公、ワイルドタイガー、カブラキ、T、小鉄の声優を務めた、平田博明。平田は、劇中の写真で、亀を出演している。また、西田の初監督作品である2012年の映画、小野寺の弟、小野寺の姉に出演した、弟、進む役で、向井治、姉、 より公約で、片切り入りも亀を出演している。9月12日に、本作の予告映像が公開された。同時に発表された本作の主題歌は、丸山が所属するカンジャニエイトの、応答せよ。西田とのトークセッションを経て制作された楽曲である。作曲は、中野良太、作詞は、ポルノグラフィティのギタリスト、新道聖一が務め。 目標に向かう姿を力強いバンドサウンドで歌っている。また公開に先駆けて9月23日、映画版をノベライズした小説、泥棒役者が、三輪正午の筆で、角川文庫より発刊された。映画版と比較して、主人公の過去にページが裂かれており、石薄弱な主人公がなぜ泥棒となったかが描かれている。小説の評価は、 ダヴィンチニュースの系によると、登場人物の嘘と誤解が重なり合う、コミカルなストーリーと、その中で、登場人物たちの過去に触れる、温かな人間描写がある作品と述べ、西田の脚本をサンバが巧みに描いた、完成度の高いエンターテインメント小説と紹介された。その他、タツミ電子工業のプリントシール機で、背景やスタンプを映画仕様に変更可能とする。 コラボレーションなどが行われた。2017年10月27日、第30回東京国際映画祭の特別招待作品として上映された後、11月18日に全国225スクリーンで公開された。公開2日間で6.7万人を動員、工業収入8,900万円を記録し、工業通信社による11月18、19日の 国内映画ランキングで初登場4位。翌週25、26日の同ランキングでは7位となった。ピア編集部による2017年11月17日、18日公開のピア映画初日満足度ランキングで1位を獲得。12月1日には公開後例ヒットイベントが行われた。映画ライターの磯貝正人はピア映画生活の批評で、 前半部のコミカルなワンシチュエーション、中盤以降のサスペンス、そして終盤の感動へと、西田ならではの脚本で物語が転調し、ジャンル映画の多彩な面白さが詰まった老若男女の誰もが手放しで楽しめる極上のエンターテインメントであるとした。映画、ドラマライターの中澤秀、ゆきはシネマトゥデイの短表で星5つをつけ、脚本がべらぼうに面白い。 往年のハリウッド映画を彷彿とさせる、遮脱なユーモアと、ナンセンスな展開と絶賛した。杉山リザは、日刊スポーツのコラム、映画この一本にて、舞台のようなライブ感があり、喜劇のみならず泣ける要素もある、後味の良いコメディーとした。石塚稽子は、シネマトゥデイにて、主人公の、心の中に表には見せない葛藤を抱えている、人物、本は化した。 明るさの中ににじみ出るペイソスは、丸山にしかない独特の魅力であるとし、魅力を生かした西田のあてかきとそれに応えた、丸山の演技を称えた。鍵開けの元泥棒、大抜きはじめは、昔の仲間に脅されて豪邸に侵入する。そこへ、次々と客が訪問し、はじめは泥棒であることがバレないよう様々な役を演じることとなり、勘違いを重ねて、物語は進んでいく。 構成本作のタイトル、泥棒役者は、主人公を意味しており、主人公は泥棒であることがバレないよう嘘をつき、様々な役を演じることになる。しかし、本作の登場人物は、セールスマンや編集者らもおなりこなりみな嘘をついており、また泥棒である、主人公も猫からの悪人ではない。そして、西田によると、主人公の嘘は、早い段階で、 登場人物たちにバレてしまう。間に描きたかったのは、嘘がバレた後の部分だという。主人公は、石白弱だが恋人がおり、彼女を守りたい一心で行動を重ねていく中で、自分らしい生き方に気づくまでが本作では描かれている。一方で、他の登場人物たちは皆一人身である。西田によると、人間は、 基本的に一人で生きるものであり、今日では明るく過ごしていてもふとした時に、寂しさを感じて涙することもあるのではないか、とのことである。主人公は、屋敷から早く逃げたい気持ちと、孤独な彼らを一等おしむ気持ちを抱えながら、問題解決に尽力していく。なお主人公が泥棒として習慣された経緯については、この映画のノベライズ本で詳細に語られている。 2018年4月5日から10日、舞台版の再演を大阪、3K ホールグリーゼ、4月15日から5月11日に東京グローブ座にて上演。脚本、演出は西田進氏。主演は丸山隆平。今作は2006年初演時の舞台脚本と2017年映画版の脚本を売り混ぜた作品となり、それぞれの作品は、 違うものとして作られている。雰囲気は舞台版初演に近くコメディ色の強いものである。一方、物語のテーマは映画版のヒューマン要素を取り入れている。なお映画版に引き続き主人公を演じる丸山は映画版で西田の脚本に忠実に演じることを目指した反面、今作では舞台版で変更された主人公の人間像を考慮して自身の意見も盛り込んでいる。 泥棒、大抜きはじめが、仲間であるのりを、工事と共に忍び込んだ皇帝に、セールスマン、とどろきりが訪れる。突然の来訪に住人を装うはじめだったが、屋敷の主、前園俊太郎に見つかってしまう。童話作家の前園ははじめを新人編集者と勘違いするが、そこに、本物の編集者、奥エリコが訪れる。彼女の名字、 奥さんを妻の意味だと勘違いして、四人の会話は交錯する。そんな中、はじめが泥棒であることを悟った前園は、逃走の条件として、彼に童話の執筆を依頼する。前園は、妻の亡き後、童話を書けなくなっていたのだ。そして、はじめを、前園のゴーストライターだと勘違いした奥とかつて小説家志望だった、とどろきの協力を受け、 4人は童話を執筆することになる。ありがとうございます。